ボヘミア学派は、ボヘミアにおける作曲家のうち、民族性、地域性と国際的水準との両立を目指した人材の総称。17から18世紀の旧ボヘミア学派と19から20世紀初頭のボヘミア学派の2つがあり、一般的には後者のことを言う。19世紀のボヘミア学派は、シュクロープによる国民オペラの模索を経て、 スメタナによって、表題音楽と、歌劇、性格的商品の創作を中心とする方向性が、確定された。フィビフはこの方向に割合忠実に従ったが、ドボルザークが裁判年になるまで、絶対音楽の分野において、民族主義的な表現の可能性を追求した。しかしながら裁判年のドボルザークは、公共詞とオペラの作曲に戻っている。20世紀初頭に、 ドボルザーク周辺の従来の国民学派の発想に飽き足らなくなった作曲家を軸にして、ボヘミア学派は崩壊した。ヤナーチェクト・ノバークは、ボヘミア中心主義に疑問を呈して、モラビアの民族音楽を調査、分析し、スクト・オストルチルはごく初期の例を除いて、国民学派から離れ、表現主義音楽へと接近した。フェルステルは、教師として、 同時代の新ドイツ学派への接近を推奨し、ハーバーは、ノバークとシュレーカーの単美主義を経て、微分音の利用に進んだ。マルチヌーはフランス新古典主義音楽の洗礼を受けている。こうして、ボヘミア学派の後継者たちは、西欧楽団のモダニズムやアバンギャルドに合流した。ありがとうございます。